覚悟はできているのだわ。軍師選択、頑張りましょう。何？剣術が武闘大会を開くですって。はい。しかもその大会の優勝賞品は全国の玉璽だとか。全国の玉璽といえば天下を治める者の証。これは何としても優勝して手に入れる必要があります。カリン様、その役ぜひともこの私にお申し付けください。いや、カリン様、この任務ぜひ私に。なんだ姉じゃ、私では不足だというのか。ありてに言えばそうだな。やはりここは義の体験と呼ばれる私が行くのが筋だろう。何を勝手に。これまで姉者の大抵の横車は許してきたが、こればかりは譲れん。横車だと？私がいつ横車を押した？いつもだ。何？やれやれ、武闘大会に行く前にここでやり合ってちゃ世話ねえぜ。これ、ホーケー、本当のことを聞こえるように言ってはいけないのです。とにかく、今回は私が行く。いや、私だ。もういい、分かったわ。シューラン、シュンラン、あなたたち、今からここで戦いなさい。は？私たちが戦う？ええ、勝った方に武闘大会への出場を命じるわ。行くぞ、姉じゃ。来い。姉じゃ、行くぞ。シューラン、義炎万丈、大一国、勝負。カバンはさらに必死に捨てず見せるか。勝者見たか。これはいらぬ。カバンを晒せ。いいとこだ。言葉はない。勝利、完全勝利。第二国、勝負。えい、義順、や、照らせ、こちらだ。次はいらぬ。そこか、そこか、捕らえた。いくぞ。まずい。何の言葉を晒す勝者。どうだ、はい、どうだ、何の、どうだ、くらえ、どうだ。私との距離を見誤ったようだな、アネジャ。まさか妹に不覚を取るとは。義の体験の名折れだ。見事よ、シューラン。約束通り武闘大会への出場はあなたに命じるわ。は、必ずや優勝して全国の玉璽を持ち帰ってみせます。かなりの手だれとお見受けする。その槍、私に届くかな。第一国、勝負。行くぞ。カラフォーシャまだだ。一死一止まって見えるかな。まだだ。止まりはいらぬ。止まりは止まって見える。一瞬一足、しかばねを晒せ。じゃあ、うん、また止まって見える。飛ばされたのまだ。承知。減らせ、減らせ、どこを見ている。さて、残念だが、捕らえた。たやすい。一瞬一足、止まって見える。一瞬一足、捕らえた。出はいらぬ。承知。しかばねを晒せ。せい、次はいらん。遅いぞ。耐えきれぬ。
むむ、すがすがしい勝利。第二国勝負。はっ、じゃあ止まって見える。行くぞ、止まれ。ただ次はいらぬ。行くぞ、勝者。次はいらぬ。行くぞ、行けよ。だいぶ一心にさせる。まだだ、束ねをさらせ。一心にくれ。うん、どうだ、付き合いの行かぬか、くれ。いって、どうだ、どうだ、うわぁ、どうしよう。いっはっ、えいけい。何だ、死に、死に、私の武器は武器だけではないのさ。常にこうありたいものだ。勝利。うむ、この出来なら文句はあるまい。逃げも隠れもしないのだ。小さな体でそれを振り。第一国勝負。どうだ、ちょっと行け。どうだ、次はいらぬ。どうしよう、一心一殺。油断したら次はいらぬ。邪魔だ、邪魔だ。カバネをさらせ。一心一殺。うむ、すがすがしい。勝利。第二国勝負。カバネをさらせ。一心一殺。うむ、
弱き者は去れ。起源万丈第一国勝負。次はいらぬ。何するの。急いで。一瞬一刹鋼をさらせ。勝者。一瞬一刹勝者。じゃあ次はいらぬ。行くよ。待って、こちらだ。勝者。許せない。急いで。鋼をさらせ。策を。勝者。鹿鋼をさらせ。一瞬一刹。許せない。日頃の鍛錬の賜物だな。完全勝利。第二国勝負。次はいらぬ。えっ、どっちだろう。どうだ。まかない。すごいね。大丈夫だ。屍をさらせ。そうね。次はいらぬ。まだまだ。次はいらぬ。屍をさらせ。えっ、どうだ。一瞬一刹。くらえ。一瞬一刹。無事を勝者。屍をさらせ。屍をさらせ。屍をさらせ。何するの。我が名天まで届こう。満足したか。私は次の戦いがあるゆえここで去らせていただく。私を射ることができるかな。鋭い目をしているわ。起源万丈第一国勝負。減らせ。こちらだ。こっちを捨てるのか。どうだ。鋼を放せ。まだだ。一瞬一刹。鋼を放せ。いけるか。勝者。次はいらぬ。いける。いった。こちらだ。侮る。一瞬一刹。次はいらぬ。次はいらぬ。何が。次はいらぬ。屍をさらせ。まだだ。次はいらぬ。一瞬一刹。次はいらぬ。次はいらぬ。希望の人か。うむ、すがすがしい。勝利。第二国勝負。勝者。捕らえた。捕らえた。発射。まだだ。勝者。勝者。じゃあ一瞬一刹。まだだ。だ一瞬一刹。邪魔だ。どうだ。屍を晒せ。じゃあ対応しましょう。私の武器は弓だけではないのさ。いけるか。一瞬一刹。気が向いたか。うん、すがすがしい。勝利。さて次に備えて弓の手入れでも行うか。勝者。
この技に込めるゾンゴの勝因。思い知ったか。まだだ。味わいられる。覚悟。なぜ戦わせる。正確を見極められる。愚か者に下す。策を捕食。小物を探せ。一緒に捕食。逃がす。小物を探せ。ありえんぞ。すがすがしい。勝利。その戦法では私には勝てんよ。私にとって絶対負けられない戦いなのだ。さあ、次はいよいよ決勝だぜ。そしてその相手は言わずと知れた三国最強のレンドロなのです。レンがここまでだから、次も。それは私も同じこと。泣いても笑ってもこれが最後なのです。行くぞ呂布。うん、弓の中央、侮れぬ相手。紀元番長、大一国勝負。一矢一殺、勝者ある程度次は見られ鋼を探せ。勝者。まずい。終わってみるぞ。一矢一殺。終わってみるはいらぬ。鋼を探せ。レンの基準。基準。まだだ。基準。攻撃者。一矢一殺。次はいらぬ。終わってみるはいらぬ。一矢一殺。鋼を。当たれ。勝者。一矢一殺。大丈夫だ、次はいらぬ。引かない。一矢一殺。鹿場を探せ。すがすがしい。勝利。第二国勝負。勝者。鹿場を探せ。策を。一矢一殺。回ってみよう。鹿場次はいらぬ。一矢一殺。レンの勝者。ある程度基準だって、こちらだ。カバネを探せ。一矢一殺。勝者。そこすぐ戦局を見極めらぬ。愚か者に下す。我が名天まで届こう。もう
少し骨のある者と戦ってみたいものだな。カリン様、優勝です。お見事です。これで天国の玉璽はいただきだな。ああ、一刻も早く帰ってカリン様にお渡しせねば。ご苦労様だったわね、シューラン。あなたの戦いぶり、見事なものだったと聞いているわよ。いえ、それほどでも。相変わらず功を誇らないわね。でもあなたのおかげで全国の玉璽を手に入れることができたのは紛れもない事実よ。カリン様にそう言っていただけるだけで報われた気がいたします。まずは舞踏大会の疲れを癒すため、この温泉でゆっくり体を休めなさい。ありがとうございます、カリン様。ごめんなさいね、シュラ。え、あなたが頼りになるものだから留守を任せることが多くて。あ、いえ、そんな。いつぞやはあなたを留守番にして春蘭たちと温泉に行ったこともあったわね。今日はそのお詫びも兼ねて二人っきりでゆっくり楽しみましょうね。はい、カリン様。もう少しこっちへいらっしゃい。え、ほら、そんな端っこにいないで、私の方で。ですが、そんなことをしたらカリン様と肌が触れ合ってしまいます。いいじゃない。それとも、シューランはそういうの？ね、そうもない。それじゃあ、いいわね。はい。